はいはい、こんにちは。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 ということで、今回は、マイクラ一筆書き選手権やったー、はい、内容なんですが、早速、はい、ナッシーさんが一筆書きで、ウサギを書いていきます。はい。ウサギ？で、どういう風にやるかというと、ナッシーさんがこれ、はい、もうクリエは使えません。はい、まあ、ナッシー、はい、一応ね、こう見えても中学校の頃、美術の成績5だったんで。え？まあ、そうなんだ。あれで？そう、なんで、まあ、あの絵で？あの、これ絵表示してね、これ。うるさ！あの絵で？うるさ！まあ、なんで、まあ、ナッシーのこの実力を見せますよ。まず、ウサギと言えば、これピンクの羊毛です。はい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 、はい、なるほど、かわいらしい。これあの一筆書きですからね。あ、もう始まっちゃった。ぬるっと始まったけど、これ一筆書きですからね。大丈夫？大丈夫？これ考えて書いてる、これ。あの、引き返せないのじゃなくて、一筆書きって。消せない消せない。話聞いてました？一筆書き選手権ですよ。なるほどね。じゃあもうこれあれなんだ、慎重に動かないとダメなんだ。全然慎重じゃなかったけど、ここまでの流れでも。ここまではちょ、これウサギちゃんのお腹です、これ。あ、それ腹書いてんだ。はい、腹です、これ。え、あ、体全体書きに行ってんだ。え、これさらに、うん、足が欲しいから。え、なんか全く計画性なかったってこと、なんか言ってた割に。いやいや、待って待って待ってくださいよ。これ見ますか、これ茶色の羊毛。はいはい、見えます見えます。これ うさちゃんのひずめはこれ茶色なんですよ、実は。でっかでっか。え、ちょっと、ひずめって何？え、これでかいうんこやないん、これ。ウサギの足の先についてるやつじゃん。うんこか、これ。これちゃんとこれ左側にもつけてね、これ。え、何これ。待って待って、そんな、みんなそっけーな。いや、まあまあ、まだね、もしかしたらこっからすごいの来るかもしんないし、ね。まあ、確かになんか上手い人のなんか絵の途中ってさ、なんか、あ、そうなるんだってなるから。そう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 。でもなんか、でも見えるよ、なんか。お腹はこれちゃんと白で埋めます。これウサちゃんのお腹白いのでね。え、なんか、毛入ってないんだ、ウサギって。毛入ってる、これ羊毛じゃん、だって。そもそも。なんか白で踏んだせいで消えたけどね、ピン。気にしない、そんな。画伯はね、そんな細かいことは気にしません。あとは次、顔です、これ、ウサちゃんの。もう、え、顔。で、こう、ほらほらほら、これ、ウサ耳もつけて、まあ、見えてきたっすよ、これ、だんだん。ちょ、いや、見えてこない、見えてこない。クワガタ、これ。クワガタ。え、クワガタやん。え、なんか、上の部分、どうなってんの、一体それ。上の部分は、これ、耳です。すごい独特な感性だな。え、ん？これで、これ目もつけて、これ。あ、でもちょっと目が。一応ウサギはこれ生物なので目もあるんですよ。なんで、なんでピンクで見てんの、こいつ。顔だから。ピンク、腹がピンクってなんじゃないの？なんか腹がピンクだったはずじゃない？腹は白じゃん。あれ白、白が腹です。輪郭がピンクなだけ？輪郭がピンクなだけなんだ。え、顔もピンクじゃないの、ウサギって。セクソースはピンクじゃなくね。え、じゃあピンク色のウサギって存在しなくない？白だね。これはそう、ね。ピンク色のウサギ存在するの中国とかだけだよ。染められてる。中国染められてるから。染められてる。これ、俺めっちゃ眠かったりするのかな、なんか。俺も今眠いから夢だと思ってる。まあまあまあ、まだ完成してないから。夢の中の話みたいになってる。こっちから見た方がまだウサギっぽくね、なんか。え？あー。それそういうアートかもしれないです。なんかさ、よく有名な。いやもうね、ただの化け物にしか見えねえ。どういう角度で見ても。いや、まあまあ、まずさ、待って。これってさ、一筆書き選手権だったのに、なんで塗りつぶすの？なんかそれを合わせて意味がわからない。なんか。あ、そっか。指離せなかったら一筆書き理論ね。だから塗りつぶしていいんだったら何でもできるみたいにならないんだって。確かに。あ、でも、完成しましたよ。完成なんだ、完成なんだ、これ。え、これなんすか、これ趣味の悪い椅子っすかね、これ。あ、椅子に見えてはくる、確かに。確かに椅子ならわかるわ。コッシーとかその類だよね、これ。確かにコッシーだわ、これ。やば。どうですか、これ。ナッシー作。なんだこれ。アンデス山脈をかけるウサギ。でも終わってる。次、じゃあ俺書くか。そのどんどんそのお題をした人が、だから次の人だから誰だ、誰、俺の次誰が。あ、じゃあ、まあ、ナッシーで、お互い、お互いお題出し合うか、はいはいはい。ナッシーが俺にお題出して、じゃあ。あ、じゃあ出します。じゃあ、クンさん結構画力あるからな。ないよ。画力じゃねえだろ。じゃあさ、あれ書いてください。コノさんの立ち絵書いてくださいよ。むず、ハードル高すぎだろ。ウサギに比べてハードルが高すぎる。もう、終わってないこれ、それ。ちょ、待って、ど、え、
むずくない？難しいですよ、これ。そもそも操作が。うさぎと比べんな。しかもさ、よりによってさ、あの、兵法スキンじゃなくて、タッチの方書かせるのは鬼だよね、マジで。いや、まあまあまあ。まあまあまあじゃねえよな、マジで。クーさん、悪がいいですよ、書き始めは。いや、別に変わんないと思うけど。何も変わんないよ。え、無理だわ、これマジで。輪郭と書けねえぞ。難しくないですか、やっぱり。なんだこいつ。あるよね。まあ、あんな、あの化け物みたいな椅子書いてる。ああはならんよな。そう、なるって。あの、自分がちっちゃすぎて全体像なんていうの、そのイメージできないのよ、書きながら。ああ、まあそれはあるかも。なんかね、色が違うのがまずやばいの。いや、かわいいウサギじゃん。かわいい。ウサギというのはピンクだから。え、なんか色がわからん、これ。マジで。あ、全体把握できないの。全体が把握できないから、結局。これさ、黒のテラコッタ持ってんだけど、黒になってるこれ。なってるか。なってますよ。あの、だん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 これ、コノさんの顎が見えてきましたよ、なし。なんか、キモいな、なんか。髪の毛じゃないの？あ、これ髪の毛。あ、髪の毛だ。どこに顎があった、今。あー、でも、あー、まあ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 。まだ未来ありそう、全然。まあでもなんか、髪が現れてる感じは。確かに。曲線もうまいな、なんか組み。いや丸って感じがする。むずいよこれ。ちなみにこのタイミングでさっきナシは腹とか作ってましたからね。これ塗っちゃうな、これ。つい塗っちゃうわ。そう、わかるかも。一筆書きならではの。むずいよな君たちね。そんだけなんか上の方からなんか、はい、あれやこれや言うてるけど、これ実際やってみたらもう泣くはめになるからね、あまりの難しさに。あ、でも髪飾りが、あ、ほんとだ。あ、ある髪の目が、うわ、髪飾り。あ、すごい表現が。え、でもあれが目だったらクソおもろいよ。あれが目として表現してたらめっちゃおもろい。足おかしい。こいつみたいなポーズしてるじゃん、この人じゃ。あ、輪郭が。あ、なんかうまいな。でもこれでもなんかもう、これでもうすでになんかこのさんってなんとなくわかるよね。だからこっから椅子作る可能性あるから、俺もなんか、なんか頭おかしくなって。丸い椅子ルートあるよ、これ。これ一筆書き選手権にならない、多分これ。ならない。だいぶ二度塗りしてるよ、ね。地上絵選手権になってる。めっちゃ二回取って。何これ、ちょっと待って、目とか無理だよ、これ。あ、でも、絶対塗らなきゃいけないから、そういう意味では一筆書きかも。その、なんか、飛べないから、ジャンプで。確かに。ああ賢い、眉毛と目が一体になってる。すげえ、職人みてえだ。ね、次もう、3って先を見て書いてるもんね、くんさん。そうっすかね、そう。3って先は知らないけど。そういう話じゃなかったんですけど。違う。あれ？でもうまいじゃん、でもくんさん。うまいわ。へぇ。後ろ見るか。見ないで、見ないで、見ないで。あれはまだトップバッターだから。いつ俺らもああなるかわからんもん。そうなんだよ。そうよ、それ人のことを。そうそう、人のことバカにしてたら自分がやる羽目になるから。どうしよう、これでも大根でもないの来たら、なんか概念出てきたらどうしよう。宇宙とかも出してやる。このさんの服だ。いや、ワンチャンだからクワガタかもしれない。確かに、まだクワガタ来るかもしんないしね。破綻してないのすごいな。これであ、でもなんか これすればいいのか。ちょっと一筆書きにならんわ、これ。地上絵選手権だ、これ。だいぶ地上絵。もうクーさん、うまいな、でも。え、それクーさん、ちょっとこれずれちゃうと、これ目つぶれちゃいますよ、それ。もう一回書き直せばよくない？字も書き直せばいいんだよ、こんなの。あくまでも一筆書きなんだ。マジ一筆書きじゃない。一応。あれ、口か。まあ、口なしの方がいいな、これ。あ、デフォルメ感で。そう。なんか、ムカつくな、なんかうまくて。でも、ああはならないでしょ、だけど。ほっぺたが。ほっぺたもこだわって。はい、オッケー、終わり。おー、ああ、でも、できた、よかった。これはうまいわ。よかった。めっちゃうまい。これはでも、正真正銘のコノさんだわ。意外と地上絵だったら、なんとかなるのかも。
やっぱナッシーがひどいのか。まあ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 、それはまあ後の人々を見ないことにはね、まだプーちゃんがうまいだけの可能性もあるから。まあまあ確かにね、まあ、まだ、まあ、いっぱいいるから、ね、確かに。次じゃあ馬面 DD ペアでいきます。先 DD 書くっていうので。なんで DD？ ああマジか。え、なんで別にいいじゃん馬面。なんでって別にね。なんで絶望今。さ先 DD だから馬面がお題。明らか芸術センスあるやつとないやつやん。何がいい？あ、俺が決めるのか。馬さんが俺のやつを決める。難しいの選んでやれ。でも難しいな。攻撃的だな。まあ、別に次にお題言われるのはお前だから。確かにこれやられるからな、自分が。じゃあ、ライオン、ライオン。いや、むずくね。たてがみどう表現するかだよね、ライオンは。どっから始めようかな。確かに確かに。たてがみの表現だな。まあ、うち、体全体を描く必要ないからな。いやー、むずいそうだ。なんか、毛の流れみたいなの描くのってむずいから。あ、そう、色の使い分けしないと。あ、じゃあ行きますか。これデフォルメ力も試されるよな。いや確かにある程度デフォルメしないと。あとね、これ俺もナッシーもそうなんだけど、全然キャンパス使えない。え、そう、確かに確かに。いくら走り回っても全然ちょっとしか勝てないもん。走り回ってるつもりなんだけどな。もっと次走り回らないと。え、これフローのコンクリート作ったの失敗だ。何マス目かわかんねえ。リーディ建築うまいからこういうのもうまいんじゃね。確かにね、なんか芸術センスはあるイメージはね、あるよね。確かに、うん、そう。でもね、生物苦手なんだよな俺。え、あ、でも見えてくるよ、これライオンの顎が。円っぽいものを作ってる。これは顎ですね、しょ。おー、あの顎で何匹ものウサギを噛み砕いてきたんだろうな。なんでウサギ出てきた。ウサギだけ狙ってるライオンすごい嫌だな。なんか小物すぎない。なんかめっちゃ小食じゃん。トムソンガゼルとか狙えよ。そこでね、なんかね、ちょっとマイナーな名前出してくるのガチキモいよ。知識ひけらかさないで、ウマさん。まあまあまあ、ウマズラさんトムソンガゼズラハギだから。トムソンガゼルでも書かせるか、こいつは。だいぶむずい。確かにトムソンガゼル書いてもらえます。だいぶむずい。今更知らなそうな動物とかにしようぜ。なんかもう西表山猫と。なんで知らねえんだよ。知ってるに決まってる。西表島固有種じゃん。ジュゴンとか。ああ、確かに確かに。わかんねえ。思い浮かばないみたいな。ジュゴンのことパッと思いつけない。なんか何かはわかるけど別に絵には描けないよな。あー、でも俺もう結構何が何を表してるパーツなのか見えるわこれ。あ、確かに見えるよね。見えてきた。でかすぎてもね、後で書き直せばいいんだよね、別に。地上絵なんて。ああ。どう書いていきたいのか分かるね、なんか。あ、でもいいわ、すごいわ。あ、うまいなぁ。なんか、鼻でしょ、それ。鼻だ。いいね、うわ、すげえ。やばぁ。うまい。うまい、うまい、うまい、うまい。これと比べられるのか、やだな。え、うめぇ、ガチうめぇ、ガチうめぇ。あと目つければ、だってもうライオンじゃん。たてがみなくてもライオンってわかるわ。何の才能なの、これ。ちょっと意味がわからん、普通に。ちゃんとした才能でおもろいんだけど、何これ。でかいな、ちょっと。でもキャンパス的には、うん、妥当じゃないの、これくらいのサイズが。いや、まあ全然妥当なサイズで。あ、そうなの。いや、俺目線見えないんだよね、マジで。そうそう、なんか本人目線でかすぎるやべえみたいになるんだけど、全然そんなことないんだよね。スペースいい具合のスペースの使い方してる、ちょうど。これ地上絵描いてた人もそんな気分だったんですかね。多分、え、これでかすぎねみたいな感じになってた可能性ある。でも実際でかすぎるけどね、あのチリのあれは。あれとかやっぱ書けないよね。やっぱなんか当たり前だけど書けるわけない。絶対 UFO の手が加わってる。絶対上から見ないと絶対無理だもんな、あんなの。書いてもなんか達成感もないよね、あんなの。確かに完成図見れないもんな。ちょっとどうやって鑑賞してたんだろうね、あれをね。楽しくないよね、多分あれ。え、何グラデーションつけ始めたこいつ。いやいやいや、嘘だろ。うわ、やるな。あー、うまずらこれ大丈夫か。やだー、こいつの後やだ。大丈夫、うまずら。大丈夫はねえよ。ハードル上がるね。うわ、嫌だな。うわ、俺だったら絶対嫌だね、これ。普通にアリの絵描いてでも負けるわ、これ。俺だ、でも色の調整の話してるもん。いや、わかんないよ。俺とかなんかさ、綺麗に描けるか不安とか言ってんのにさ。そうだよね。色の話してるからね。スケールがガカなんだけど。これでかく書くと時間かかりますね、これまして。うん、あ、うまさんもう隣で書き始めちゃえば。
確かになんか対比で見たいよね、うん、なんか確かに確かに開け閉めちゃうよちょうど俺の見るやついねえだろディディお題をなんか出さないとじゃあえじゃあまあどうしようかなちょっと調べて動物の名前あんま俺さ博識じゃないから詳しくなくて別にライオンアルゼンチンオオアリクイとかアリクイの絵なんか描かないって本当に言ってます？いや本当に言ってるくない別にアリクイのことバカにしてんのだってお前アリクイバカにしてんだろ、ね、別にいいじゃんアリクイいやお前動物と言ったらアリクイだろだってライオンはどの動物園にもいるけどアリクイはいない動物園あるだえだって上野動物園いるよ確か白色なウマヅラハチさんだったら描けるんじゃないのそうだもうやばすぎるってどういうこと？そんな俺ググってアリクイの画像を見たけどね、到底なんかイラストができるような雰囲気じゃない。なんかもうそもそも実物がなんかデザイン崩壊してる実物だから。なんかちょっと細長いよねあいつなんか。アリクイズラハギさん頑張ってください。ちょっとディディのは一回置いといて、ちょっとアリクイハギのちょっと見るか。さっきなんかアリとか言ってたもんね。アリがどうしたこうした。アリがどうした。アリ。ここまで言うならまあ。じゃあ頑張ってもらってウマヅラさん。画伯何色から描き始めますか。ちょっと一旦上から見てどこからスタートするか見ていいですか。もう別にいいんじゃん。まあまあまあ確かにね大事だね。こだわるね。この辺から始めたらいいのかな。ああでもなんかそういうこだわりはあるの。おおいいですね画伯。画伯だね。あもうわかんないわこれ。あ難しいねこれなんか。そうっしょ。これでめっちゃうまいアリクイの絵描いてきたらクソおもろいけどな正直天才だねそれは。なんか結構がっつり行くね行くね大胆マジで思いっきり良くねなんかあれじゃない真っ白なキャンバスに絵を描いてるんじゃない。真っ白なキャンバスから絵を掘り起こしてると言うべきなんじゃないかどういうことだよやばいこれちょっと角度つけすぎたかなんとなく。あこれくちばしもしかして。こんなでしょ。あはいはい、うん、あまあ顔のところ見えなくはないわ確かに。えでアリクイはここら辺黒いよ。あそうなんだ。おさすがアリクイマニア。えでアリクイのあいやミスった違う一瞬一瞬赤いの見えてたけどこれですよね。あるよね。まあ、なんかさおかしくないなんかこれえ上半身こう前の足でこうピュッてこうなんか前に出てるみたいな感じこれ遠近法を使ってるのかなこれ。なんだよ別にいいだろうがよ。うさぎといい勝負してるよこれ馬さん。ええなんかさいいなんかすごいこと、ね、なんか生物じゃなくないもんなんかうさぎギリ生き物って感じなんだけどこれ生き物じゃないよねこれ。機械ってマジさ。いやもう生き物だろこれ。うまづらこれどうなってるか分かってるこれ今自分で。こっちが頭っぽいよななんか。ミミズみたいな。右側。ああ。えなんかこういうせどういうこと？なんでアリクイってさこういう模様じゃんだって。あはいはいはい。なんか模様ね。やばいなんか。なんか怖い怖い。こういう模様だよアリクイは。あるあるあるわ。ある。ディディが描いてるとさすげえなんか信頼できるっていうかさまこっからああ鼻になるのねみたいな感じなんだけどさ馬さんが描くと怖いんだけどこれ何これ。なんか変じゃない？何これ何が起こってんのこれ。ファーストインプレッションの差かな。ウマヅラそれ塗りつぶしちゃうの。そうだよ。アリクイってマジでこういう感じですよ。アリクイにも権利ありそうだよ。ああでもなんかまあまあ見えなくはないのかな。目ってどうやって作ればいいの。これ分かったこれあのなんでかっていうとこれ多分ねデフォルメしてないからやばいことになってるんだと思う。なんか妙にリアルなアリクイを作ろうとしてこうなんか追いつかない画力で死ぬみたいな。デフォルメなんてできねえよだってそんな。どうやってやんだよデフォルメなんて。アリクイのデフォルメ確かに分かんないよ。アリクイのイラスト屋あるよちゃんと。あんのある。すごっ。でも別になんかなんかでも変だよなんかウマヅラ。これウマさんと比べてどう。これ何これ。なんかさ踊ってるなんか。なんか生えてきてる。何これ。何ちょっと待ってウマヅラお前それ耳あーまあまあまあ確かに耳えなくもないが。でももう一個の耳どこに行くんのこれ。知るかこの辺だよ。ええあーそれ耳なんだ。
ええ、いいね。いい、髪かわいいじゃん、ピンクで。なんかああよかった、目じゃなくてよかった。なんか何十ミみたいなやつ作ろうとしてた。これ何十ミみたいだな、確かに。あ、これ何十ミだったんだ。なんか確かに何十ミに見えるかも、なんかちょっと。これ面白いな、これ。いや、これ、びっくりだろ。これ何十ミだよ、これ。面白いよ、これ。やっぱ僕できましたよ、これでできましたよ。これで完成、本当にいいの完成ですよ。いいの、飛んだら終わりだよ、飛んだら。いいよ、いいよ、飛んでやるよ、ほら、飛んでやるよ。アリクイじゃなくないか、これ。アリクイだよ、アリクイ、アリクイ。何十ミじゃない、これ。まず、これ、顔黄色く塗りつぶしてみ、これ。黄色かったら何十円民だな、完全にアリクイじゃん、これ。え、これアリクイじゃない？え、俺本当にアリクイだと思う、これ。この後ろ足がもうちょっと長ければアリクイだよ。いや違う違う、後ろ足と前足がおかしかったのよ。お前さ、お前それアリクイじゃんって言うじゃん。あのディーディーの方飛んでみてみ。お前もう一回アリクイって言えるか。これをあのさちょっと待って、あの別にディーディーのレベルが高すぎるだけで、後ろ前2つも同じようなもんだよ。いやいや別にいいね。俺コノさん、コノさんだよ、ちゃんと。ウサギも可愛いじゃん。ピンクの椅子もいいもんね、これ。一番最初覚えとけよ、これ。ピンクの椅子。ピンクの椅子と比べたらだいぶいいだろ。確かに馬面のナンジェーミンもなんかうまい気がしてきた。ナンジェーミンじゃねえって言ったらアリックになってピンクの何かがかすすぎるガチ。え、これね、あの後ろ足となんかピンクの何かが大戦犯してる感じする。後ろ足がひどすぎる。後ろ足短かってる割にはさ、そう、なんかそうなんだよね。なんか遠近法がかかってる割にはなんか尻尾が変みたいな。ごめんね、尻尾はちょっとあのなんか右にかきすぎた、体を。あれもう壁来るじゃんってなっちゃった。これすげえな、これ。でもディディずっと書かせ続けて、ウミニャ VS 行く行くか、行くか、行くか。ライオンとかゴミみたいなお題出せるって書くのが大変なんです。ウミニャのお題をデキさんが、じゃあ。何かな、結構動物できてるんだよね、ここまで全部。ああ、まあ確かに。全部動物できてるから。あ、じゃあ日本のカブトムシで。ああ、はいはいはい。最近ツイッターでバズってたわ。そう、バズってたから印象深い、日本のカブトムシ。いやでもカブトムシは、なんとかなるんじゃね？何？いける気がするよね。上から見た標本みたいな感じでやれば別になんか。確かに。いけそうだよね。わ、何使おう、ブロック。ブロックマジでこれ多分大事だわ、だいぶ。うわ、生き的とかにしよっかな。木材とかね。木材。なんで味出そうとしてるの、この人。味出ますからね、木材。まず黒系で固めて。何十ミン調べてみよう、ちょっと。おい、何十ミンやないか、これ、俺。いや、でしょ。だから何十ミン。何十ミンでもね、そうだよ。何十ミンの目やん、このピンクのやつ。おい、クーさん、何十ミン書き始めたって、おい、俺のアリクイが。ちょっと黄色くしといてよ、まずら。何十ミンちゃんとしてるって。何十ミンやん、もうこれ。よいしょ。おい、俺職人だから思いっきり書く。うわーん。おお、そっち書くんだ。うわーん。やるね。なんかエフェクト出てるもん、だってこの人。いや、でも移動速度2飲んでるよ、俺、職人だから。いや、バカだな。バカだな。バカだろ。このレギュレーションで最も弱い、なんか、ポーション効果じゃない。移動速度上昇に。え、この3つ飛び出てるの、これもしかして、カブト？は？ん？あー、手じゃないの？そういうこと？え、あ、まあまあ、確かにカブトとも言えるか、俺手かと思ったけど。どういう角度で描くんだろうね。え、これカブトだったらめちゃくちゃ 3D でめっちゃすごくない？なんか。え、すごいすごいすごい。そうよ。え、あ、カブトですよ。あ、ちょっと横から見た図なのか、これ。てか俺さ、カブトムシって俺マジで、中学校、小学校以来見てないから、ガチでちょっと形忘れてるかもな。見てる人も別に少ないと思うけど。でもすげえカブトムシっぽくなってきてるよ、なんか。俺見えるもん、完成図。いや、待ってよ。いや、これ、冒険しない、俺は。え、あんなに最初、グワンって言ってたのに、ここに来て、冷静になる。狂気だからね、あれは。で、こっち狂気だろ。あ、にじみてた狂気だったんだ。この斜めの角。ちゃんと頭、胸。なんか、腹を開けようとしてる。いや、もう、グワーンって行くんだよね。速度満足、それで。もうちょっとじゃない？確かに。スピ
ピードアップくる。えい、エフェクトカモン。なに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 、ヘイストか、マインクラフトヘイスト。あ、ヘイストって言うんですよ。インフィニット、スピードがあったわ。インフィニット 100? やばくないっすね。あ、なんかデキオクさんにどんぐらい、これ何レベ、これ400レベうわぁ、やばい、やって画面が届く、あぁ、やばいやばい、いやいやいや、まあ、別にね、別になんか全然進んでないっすね。まあそうっすよね。シフトがシグラ、やばい、ブロックが浮いた、早すぎて、飛んだ飛んだやばい、海なについていけてない、マインクラフトが。早っ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 、おでも制御してる。うん、まあまあ制御してる。腕が速い、この男。速いわ、なんか。うわっ、あはは、赤え、何の赤これ。え、あ、燃えたぎり闘志ですよ、このカブトムシ。おー。あー。なるほど。闘志の割に1ブロックのみっていう、なんか。で、こっから、うん、マウスが充電切れてる時みたいになってんだけど、なんか。お、足長めだね。ん、あ、これ足じゃないよ、羽だよ、これ。なんだこれ。あ、羽展開してるカブトムシ描くんだ。え、そう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 。で、ええ、ちょっと待って、それ、そこに羽があるの？あ、でもなんか羽、羽いい、めっちゃ。あ、センスいい。ガラスの表現もあるじゃん。いや、この色じゃない。俺、なんか、記憶が今呼び起こされた。羽はこの色じゃない。お。この色だ。おお、よく思い出した。確かにカブトムシってなんかべっこ飴っぽい色してるような羽。え、海にあれなんじゃない、新潟済みだからカブトムシとかいっぱい見て育ってきたんじゃないの。あ、俺外出てないから。これで、はい。で、この人だけ縛りプレイしても冷静に考えて。で、さらにこっから確かお尻らへん茶色だったはずなんだよな。あ、ちょっと中身が出ちゃってるんだよね、カブトムシ。あ、そう、中身がちょっと出ちゃってるから。え、そうなの？え、そう。え、な、何それ、中身が出ちゃうって何？え、なんかカブトムシのまじまじと見ない。で、あ、カブトをかぶってるんですよ、カブトムシは。なんかね、ここら辺になんかね、こうチュルってうんこみたいなのついてる。え、そうそうそう、それ中身じゃない、カブトムシ。それ中身なんだ。ビチグソがね、はみ出てんだ。そう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 。で、足描くか。え、待って、足って何本だ。いや、虫だから6本じゃないの。ん？昆虫は6本足ですよね。待って、はいはい、何これ。あ、待って、遠いかもしれない。え、なに、ちょっと待って、何が起こってるか全然わからない。これ足なの、それは。足と兜のサイズが一緒なんだけど。だいぶ、だいぶちょっとこう足長めな兜虫なんだね。もうこんなもんですよ、でも。まあまあまあ、やっぱ足の長さバグるよな。ちゃんとオオカブトの強い足の長、あ、こっち向きか。あ、結構モデル体型ですね。ちょっと待って、こっち向きかって納得するのが意味が分からなかった。なんか90度逆に見てたなして。え、これ、え、でも横から見てんでしょこれ。え、そう、こっちから見てたけど、こっちね。ええ、どっち、あの、なし、こう向きで見てたのよ、これ。こう赤いのが目だよね。赤いのが目としてね。横からでしょ、これ。どう見ようと足はおかしいけどね、この長さは。うん、まあ、モデル体型です。一番後ろの足だけ。あった並みの足の発達の仕方してる。仕方ない、この人だって移動速度100のなんかポーション効果つけてやってるから仕方ない。同じ時間踏んでるはずなんだけど、インフレしてんだよね、これ。うん、まあ、ちょっと細部こだわりますか、これ。タイプ。なんで伸ばしに行ってんだよ、この人なんか。ただでさえ長いのに。なんかいい、ね、第3の角生え始めた。あるよね、鍵爪。鍵爪ね、これ。あ、ね、手を掴むための。あ、もうの伸ばすんなら全部伸ばしてしまえ精神。でもこう、まあ。まあ、あとは、まあでもこうじゃない？待って、一番大事なの忘れてた。カブトムシ、ここに角が生えてたわ、そういえば。そうそうそう。え、じゃあ、その下のやつは何？ちょっと待って、そう、その。ヘラクレスオオカブトみたいな。あ、わかったわかったわかった。そういうことね。その、わかるわかる。あの、ちっこい角の部分ってことね。あ、そう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 。サニみたいな。あ、あ、あの、捕まえるときによく持つとこね。触覚だ。なんかさ、これさ、その角とさ、前足の部分がさ、なんか手になってて、こう後ろ足があるなんかこうロボットみたいな存在に見えない。なんかわかる、言ってること。
角が右手、わかる、見えた、左手部分がこうなんかこの部分で、この赤いのが目でみたいな、なんかロボットみたい、なんか納得いかねえな、ちょっと伸ばすか角、ははははえ、え、納得いかなかったらしい。なんか方向転換、なんかブレードみたいになってる、なんかふっと、そのふっと、ふっと、何これ、ゾイド始まったこれ確かに、なんかあれだね、機械化されたこう何かの動物みたいな。オッケー、もう完成、あー、もう完成、これ完成、あ、完成、まあ、捕獲レベル28ぐらいのカブトムシかな。怪物ええな、怪物じゃんもうこれ、だいぶかっこいいけどね、でもでも、あ、なんか、え、足、まあ表現力か、カブトムシ、でも日本のカブトムシじゃないこれ。あー、俺もうちょっと日本帰るのやめよっかな俺俺たくさんいるのか、だいぶ厳しいよねこれ。じゃあデキさんいきます。ディディのはまだ最後のお楽しみにしておきましょう。はい、今めっちゃ色塗りしてる。何、何作るの、塗り終わらん。あ、デキオコさんって一人、あれ、あ、そっか、俺がお題出すのか、じゃあ生みながら出す。え、じゃあ俺の好きなカブトムシでいこうかなじゃあわかるかいえ、コーカサスオオカブトだ。あー、いいね、友情最強の一番でかいやつじゃん、カブトムシの中でも。またカブトムシなんだ、またカブトムシ欠かされるんですね無限にカブトムシいるの。まあ夏だし、じゃあまあなんか木とか使っとくか。何その、はい、大丈夫、足早くしなくて大丈夫、足早くするはないだろマジで。足早くして何かなんか得はないんじゃないこの企画別に。コーカサスオオカブトってさ、角の表現めっちゃむずくない？角、あの人なんか3本ぐらい生えてるよね、だって。一回輪郭描けますか、そしたら。いや、でもカブトムシむずいよ、多分。このむずいね。あれじゃない、持ち手が太いフォークじゃん。だから。は？いや、まあ、黒のコンクリート。あー、うわ、怖っ。あー。最初の一筆目怖いよね、このゲーム。確かに。うん。最初こけたらもうその後ずっとこけ続けるからな。いやこれね、お、角をでかく描きすぎたかもしれない。こんなもんだよ実際。コーカサスオオカブトってシンガポールいるらしい。多分クソ田舎じゃないかな、いたとしても多分。だからマレー半島にいるからシンガポールにもいるはず。あ、でも角いい感じじゃない？あ、確かになんか可能性見えてきた。こんな感じで、あの、ナンジェイミンと全然違う、なんか最初のしナンジェイミンはだってもう意味わからないもんな、急に。俺早く書き終わってナンジェイミン見たいんだけど、急にナンジェイミン書き始める意味わかんない。これデキオコ、それ大丈夫か、体が収まるかどうか。なるなるなる、なる、言うて半分残ってるよ。え、すごいこれ、え、待って、すごいかも。あ、やばい、え、なにこれ、なんか、え、めっちゃいい、うまいわ。それもしかして光沢？その白いところ。は？三本目の角で。ちょっとあのピンクの椅子作ったやつは黙ってろ。ああ、ちゃんと角っていうのもそれで。あーあ、それがなるほどね。これで 1,2,3 ってことか。うん。うまいな。でも体むずいな。思いっきり強い、思いっきり。まあ確かに思いっきりがあった方がね。うん。結局最後は感覚だから。ん？思い切りすぎた。ん？って何？いやなんか羽にしたらリカバリ可能。なんかあれ？なんか角の時は良かったんだけど、これ。体か？体がちょっとこれ。まあ、むずいからな。うわ、これ絵上手い人バージョン見てみたいな。見たいね。確かに。いやこれでも絵の上手さだけではないよねこれ。どうなんだ、でも絵の上手さがあればなんとかなるんじゃないか。そうかな。まあ、でもなんか大枠を見れる能力みたいなの必要だよね。なんか今どこら辺にいるかみたいな。え、そう、なんか確かに絵描くときってさ、キャンパス一面さ俯瞰して見れるけど、これはもう完全に一人称だもん。羽のグラデーションいいね。なんかグラデーション、あ、グラデーションじゃないわ、じゃあ何でもないです。お前もう喋んない方がいいじゃねえか。でも使ってる技法の名前が違うかもしれないな、しこれ長くね。お、ブロックが変わったぞ。え、これ何変えたのこれ。え、だから中の光沢部分というか。あー、よー、え、すごっ。あ、ちゃんとこれ白白でテカってますよ感も出すんだ。はい、
テカオタクだね。あとなんかテカってるブロックないかな。グローストーンとか。テカりすぎだろ。ピカピカじゃねえかよ、もう発光してんだよそれはもう。あ、これちゃんとね、中の内側に行くにつれて、これがグラデーションだな。これがグラデーション。あ、なんかちゃんとうまいな。こうしてみると。あ、え、うまうま、光沢うまい、光沢うまい。ああ、うまい。いい感じだ。目でしょ。目やっぱ、でも男の子ならやっぱ目はかっこよくしたいよな。いや、まあ、カブトムシの目ってイメージある？緑色よな、やっぱな。え？緑の目がかっこいいのか。夜行性だし、そうか。どういうこと？実際何色なんだろう。渡ります。実際黒か。その青いの何？え昆虫ゼリー。ウグ。あー、昆虫ゼリーね。昆虫ゼリーか。か、空。ここに来て、空描き始めるの、マジ。ここに来て、背景から始まる。まあ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 、見てなさいよ。え、シャボン玉？これなんか、地球？こういうなんか。え？どういうこと？あ、もしかして、これ。え？網？え？いや、網にしてはちっちゃいじゃん。幼虫とか、こうかさせおかぶと。青なわけなくねえか。幼虫なんだと思ってんだよ。青い幼虫見たことないけどな。なんか何これ、なんだ、マジでなんだこれ。サインとか書いてる、もしかして。あー、あれね、絵画の端っこに書くやつね。そう。なんか文字っぽいの書き始めたよ、だってほら。NTT にしか見えないんだけど。18 これ、え、そういうこと。完成しました。高加速カブとパー、強さ180。ブシキングや。ブシキングじゃん。行きました。これパワー書いてないから負けるやん。いや、これパワーないからダメだね、これ。ウミニアの方はあとさ、なんか2人とも足が妙に長いのなんなの？そこに通ってるんだけど、なんかちょっと。効果さ、足長いんだよ。こうなっちゃうんだよな。じゃあ、ディディさんの見ます？ほとんど終わりました。あともう色塗れば。じゃあ、ディディさんの見ます。ちょっと待って。何時ぐらい？やばーまじ。うまっ！え、これ、実際これみんなが目なんか外してる間にこれ手置きしたんじゃないですか、これ。いや、手置きしてもすごいけど、別にこれもう関係ない世界じゃない、これ手置きとかはもう。え、だって、え、何ジェミンにしたら嫌すぎじゃね、これ。え、何ジェミン、あの、上の何ジェミンがちょっと。あ、違う。あ、一個した。あ、うまい。ちょっと、あの、そう、何ジェミンの方じゃないよ、それ DD の。それは、ウマヅラハギが書いたやつだよね、何ジェミンは。え、なんか一流海外マインクラフトサーバーのアイコンみたいになってんじゃん。あ、わかるわ、なんか。ねえ、あるよね、こういうの。わかる、なんかマップで作ったアートのみたいなやつでしょ。ちゃんと縦紙作ってんの偉いな。ナッシーだったらもうメスのライオンって言って縦紙作るの飽きない、ね。あ、確かにそんなのもあるわ。そういや、そうだ、そうすれば。うわ、すげえ。うわ、すげえ。でもうまい。マジでうまいな。うめえ、マイクラの本当にうめえ。本当にうめえ。マイクラの建築と別に変わんないから、やってることは。うわ、そっか。うん、置いて壊して。ちょっとめんどくさくなるだけ。塗り直して。そう、まあ上から見れないだけだから。どっちが勝つんだろう、まだ勝敗決まってないもん。確かに、ナンジェーミン VS このライオン、まだ分かんないよ、これ。なんか完成するまでは分かんない。確かに、確かに。分かるだろ。まだ分かんない、このナンジェーミン。で、ワンチャン、まだね。ディディが見て、いや、これ勝てねえって思うかもしんないし、このナンジェーミン見て。そうだよ。このナンジェーミン、目の錯覚か分かんないけど、ずっと目が合うんだよな。いや、モナリザじゃん。モナリザだ。あー、確かにずっとこっち見てるような気がする、なんか。うわ、本当だ。ずっと見下されてる感じすんだよ、なんか。本当だ、本当だ。バレちゃいました、やっぱりそういう。怖い、なんか。計算してるのか、これ。え、芸術って大衆に評価されないのか。死後評価されるから、俺は。じゃ死ぬ今。ね。よし、じゃあ、あとここ塗って終わりだな。口ですか。これや。じゃあ、まあ、顎だから。よーし。
すげえ。うーまー。え、てか立体的に見えるやばくね。ちゃんとなんかどこから光当たってるかわかるよね。うん。ああ、ナンジェミンの話じゃないんでしょ。ナンジェミンの話はいいです。グエー負けたんご。やっぱこいつ物壊させるより物作らせてた方がいいってやん。いやだから物を作る難しさと喜びを知っているはずなのに物を壊すこいつはやっぱ頭がおかしいんだよ。やっぱね狂ってんだよこいつは。そうだよね、なんかそれを知ってた上で壊すみたいな。もう陰キャさんは楽しみ知らないからな、作る、そう、もう作る楽しみを知らない人はそれはそうだけど。あ、そばかすだ。そばかす、部屋だじゃないか、部屋だかな。そばかすでは、ね、毛穴か、これライオンのそばかすってやつ初めて見た。よーし、できた。おー、これも100点じゃん、こんな。おー、あーすごいな、うまあ、ライオンだな。やば、ライオンだよね、ライオンだな、これは、これは、これはライオンだな。これだってさ、これだぜ、降りたらわかるけど。うん、うわ、いや、これ降りてみるとこれ全然あれだね。確かに降りてみたい、降りてみたいな。降りたら凄さが分からん、分からん。あー確かに分かんねえわこれ、降りたらもうでかく作ると全然分かんなくて。確かに降りてこれでやるのめっちゃむずいわ。降りたら倍すげえ。何か分かんないよこれ、走っても、ね、何を書いてたの、どういうノルスしてんのお前マジで。そう、頭の中にキャンパスあるやん。隣え、どうディリ、ナンジェミン、どう、ナンジェミン、ナンジェミン、すごいでしょ、ナンジェミン、うまっ、ナンジェミン、うまいね、これね。あのね、スバさんの足、その動物の足がね、あの絵下手くそな人の足してんだよ、ね、うるせえな。わかる、この人間の足を取ってつけたような、この下手くそさ。すげえ。え、海にうまいじゃん、めっちゃカブトムシ、海にうまいじゃん、この上も。え、うまっ。え、リッさんのうまくない。ガラス使ってんのめっちゃ頭いいわ。え、ちょっとナッシーじゃあやばいじゃん、やっぱり。これはトップバッターだから。よかった、俺このさんなんかちっちゃくなっちゃったけどギリギリセーフだった。これやばい、これやばい。だって足茶色なのちょっとやばい、これだから足じゃなくてこれひずめだって。これ椅子でしょ、椅子じゃないの、ピンクの椅子でしょこれ。ピンク色のコッシーじゃん。ちょっとナッシーのひどいな。確かにナンジェミンの方がいいな、これは。なんかさすがに、うん、だいぶマシだよ。別にアリクイとして見てもまだマシだもんな、全然。確かに。色塗られた後でもまだマシだよ。はい。ということで、まあ、ジジイにしますか。いや、おもろかったな。おもろかった。楽しかったね。優勝はでもこれ、ディーディーでしょ。いや、何十秒やれ。何十秒かな、やっぱり。じゃあ、馬面おめでとう。優勝です。おめでとう。おめでとう。素晴らしい、何十秒。恥ずかしい。ジジイ優勝したんご。